はい、昨日にね引き続きまして、福祉タクシーね二郎丸さんの、CM というかね宣伝させていただきます。要介護の、ね、方、障害を持たれた方をはじめ高齢者、怪我をされてねバス、タクシーなどのね公共交通機関の利用が困難な、ね、方の通院はもちろん、お買い物やドライブ、さらには観光などのねご案内も健常者の方々と同じような生活をお手伝いいたしますと。料金はね一般タクシー料金プラス1000円介助料です。福祉タクシーのねご用命は、ぜひ二郎丸さんへよろしくお願いいたします。0804830-9525までよろしくお願いいたします。ドライバーはね三つのぶさんです。はい、よろしくお願いいたします。下関のね福祉タクシーのご用命は二郎丸さんまでよろしくお願いいたします。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。11月7日土曜日、本日はですね前半から、お久しぶりにね、下関の細木和子先生が、私のことをね、心配してくださってですね、アドバイスをねしに久しぶりにねやってきてくださり、定期メンテをねしてくださいました。はい、はい、というわけでね、これ私の、あなたの鮮明版っていうやつでですね、まあ、よくあの細木、本家のね細木和子先生の、やつみたいなやつです。で私がですね、天皇星人ですね、天皇星の羊なんで天皇星のマイナスで三匹、天皇星羊マイナスということで、今年がですね、思いっきり乱期ですね。この乱期わかります？32年、平成32年乱期で、来年からね再開ありますかね、再開ということで、平成だから難しいなこれ、今年が、令和2年だから令和3年4年5年と、3年間ねいい感じになるというね、流れになっております。で、月で言いますとね、私のね、1年間のサイクルで言いますと4月5月6月がね、ダメで、まあ7月以降ね7、8、9とぼちぼちで、で10月からねちょっと健康に、気をつけなさいよと、で11月達成でよしと、で12月乱期で、まあこれまたね気をつけなさいよと、で1月2月3月はまあぼちぼちと再開、財政安定、でまあぼちぼちという感じでございます。でですね、来年が再開ということで、まあ、来年ね出会った方とね、結ばれるのはねいいよというね先生のアドバイスでございました。でですね、今が10月なんでね10、11、12、11月はね達成ということでね、今月はね誕生日月なんでね、意外と毎年11月はそんなに悪くないよというね、感じなんですけれどもね、ここ最近はねそうでもないんですけどね、まあ、創業して何年ぐらいかな、10年ぐらいはねずっと11月がね悪かったんですけれどもね、ここ最近はまあ安定してたんで、なんとかね、まあ、その流れに乗って、今月もね、前年アップをね勝ち取りたいという感じでございます。はい、まあ見事にね、4、5、6とね、まあ事故にも遭いましたしね事故にも遭いましたし、猫にね、噛まれて腕一本持ってかれそうになりましたしね、まあそもそもがコロナが来ましたしね、でまあ思いっきり店ね、まあ飲食店やってますのでね、思いっきり煽りを食らいまして、思いっきりちょっとね経営の方がね、
危なくなったね時期もございますけれども、まあなんとか456ね、なんとか乗り切りまして、で789とね10、まあ、10月ちょっとね、体調悪かった、時期もありますけれどもね、11月ねまたいいサイクルになってきますよという流れでございます。はい、というわけで、まあこれね、まあ先生、細木和彦のね、細木和子先生にね教えていただいてからですね、まあ意識するようになってですね、まあなんていうんですかね、まあ生まれながらにね自分の人間の、サイクルというかね、流れがね決まってるっていうね、お話なんですけれども、まあ自分のね今このいい悪い時期っていうのをね把握してるだけでもね、分かってるだけでも、この時期にね何かことを起こそうとかね、まあ今はね耐える時期だとかね、まあ各有先生もね、細木和子先生も3月まではねちょっと冬眠時期っていうかね、まあ悪い時期だったんでね、ずっと、家からというか、まああんまり出歩いてなかったらしいんですけどね、ちょっとお知り合いのね方の相談でね今日久しぶりに出てこられて、でついでにね私の、こともね気にかけてくださいましてね、ご来店くださいましたという流れでございます。はい、まあちょっとね、自分のね流れというのはねある程度これで先生のおかげでね把握できるようになったんですけどもね、まあなかなかね結果が出ないのはまあなかなかねうまいことにはうまいことはねなかなかいかないというのはね、まあしょうがないかなっていう感じですけれども、まあこんな流れでございますという感じですね。はい、で本日ですね、ご予約いただいてたね、安岡、地元安岡のね後輩さんがね、お友達とご来店くださいまして、でどういうね今日はつながりのメンバーなんですかってね、お聞きしたらですね、LINE のねオープンチャットでのつながりらしいんですよね。で LINE のねオープンチャットは前からね後輩さんから聞いてからね、教えていただいてからね、まあ存在は知ってたんですけどね、オープンチャットって結構してる人いいんだなと思ってですね、でまあ何回かさらっと見たんですけどね、そんなに何千人何万人いるようなコミュニティじゃなくて、もう何百人とかね何十人とか結構小規模のねコミュニティでされている方が結構多くて、まあ市内でもねそうやってつながってるうちのお客さんでもね、オープンチャットでつながって、まあ今日初めて会いましたとかいうね方もいらっしゃいますし、オープンチャットがもしかしたら今結構熱いのかなと思いながらですね、Facebook とかのグループとかね、ああいうのとどう違うのかなと、もっと密にこうやり取りがねされてるのかなとか思いながらですね、うん、でその中にねびっくりしたのが、昔のね非営利婚活団体ハートフルトリマンのね女子メンバーがね一人いらっしゃいまして、なんか見たことあるなと思ってですね、あの子かなと思いながらでもで 思いながらもですね、ちょっとなんか、このメンバーの中にいるのかなっていうのはね、どういうつながりなのかなと思いながら、人違いかなと思いながらですね、後半、別のね女性の方に何々さんですかねもしかしてっていうのね、あの子何々さんですかね来たら、あそうですよですからね、あやっぱ会ってたんだなと思ってですね、あお久しぶりだなと思ってお元気そうでしたよ。はい、というわけでね、オープンチャットが結構激アツなのかもしれませんね。そういうなんていうんですかね、コミュニティでのなんかつながりみたいなのがね結構熱いんですねっていうのをちょっと今日ね垣間見まして、ただね自分がやるかっつったら多分やらないんですよね、うん、はい、でさらにですね、電話でねご予約いただいてた、グループね4人4名様ご来店くださったらですね、トヨラのね後輩の、皆さんでですね、
まあ、関西にね、行ってまして、ご結婚されてね、奥様と一回ね、ご来店くださったこともあるんで、奥様を紹介しにね、ご来店くださったこともあるんですけれども、トイラのね、後輩くんたちがね、4人でご来店くださいまして、まあ、このね、お電話くださった方、まあ、関西にもいらっしゃるんですけれども、その昔、もう10年ぐらい前ぐらいですかね、まあ、一緒に合コンとかもね、行ってた後輩くんなんですけれどもね、もう無事、ね、素敵な、奥様をね、見つけ、射止められましてね、結婚生活をね、関西で送られておりますけれどもね。で、その中のね、お一人がですね、まあ、私と同じでね、時計好きで、オメガのね、オメガの月に行ったやつ、今ちょっと忘れしましたけど、ね、買っても持ってまして、もう何年もね、使ってらっしゃって、最近ね、メンテナンスにね、出されたっておっしゃってまして、で、届いたと。そしたらもうやっぱりピカピカになってましてね、やっぱりやるべきですよっていうね、お話を聞いてですね、うわぁ、やっぱり、まあね、高いんですけれどね、まあ7、8万するしたっておっしゃってましたけれどもね、やっぱりやるだけの価値はあったってね、おっしゃってましたのでね、考えてみようかなっていう感じでございますね。はい。で、まあ、今日はですね、土曜日だったんですけれども、まあ、前半はね、いい流れだったんですけれども、後半、中盤から後半にかけてちょっとスローになって、もう10時前ぐらいでね、もう終わったかなーっていう感じだったんです。まあ、10時前というか、まあ、9時台でね、終わった感じだったんですけれどもね。でも、あと一人でやろうと思ってですね、まあ、スタッフ、上がってもらってですね、そしたらね、ラストで、まあ、スタッフをね、返した時点で、まあ、ギリギリ白星かなという感じで、ああ、週末だったけども、炸裂しなかったなと思ってね、ちょっとガクーって来てたんですけどもね、最後の最後で、最近、よくね、使ってくださる、職人さん職人、若手のね、職人さんがですね、もうてっきりね、出張かなんかでね、こっちに現場に入られてるのかなと思ってたんですけどね、今日ちょっとお話しさせていただいたら、ご近所にね、お住まいだっていうんでね、で、結構気に入ったお店があったら、もうずっと通うタイプなんですよってね、嬉しいお言葉をね、いただきましてですね、今日も、お二人だったんですけどね、がっつりやってくださいまして、ギリギリ白星からの終わってみたらですね、プチ炸裂までね、上乗せしてくださいましたのでね、本当にね、感謝感謝感謝でございます。まあギリギリね、なんとか週末らしいね、売り上げの形になったんでね、ああよかったなという感じでございます。で、まあ一応10月のね、第1週終わりましたけれども、前年比べましたらね、トントンまで戻しました、なんとか。はい、というわけでですね、なんとか数字上もね、前年までね、持っていくことができましたので、ほっとしましたという感じでございます。で、来週はね、なんとか週末ね、ご予約いただいてるんでね、来週の金土は結構激アツなのかなっていう感じなんですけれどもね、まあ平日どれぐらいね、踏ん張れるかっていう感じですね。はい、というわけでね、来週もね、ご予約お待ちしております。0832321619までよろしくお願いいたします。はい、チャンネル登録の方はね、94人ですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。年内にね、100人登録目指しておりますので、引き続きチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、今日はね、細木和子先生にね、定期メンテしていただきましたのでね、来年からね、まあ今年が翻訳でね、まあ来年からちょっとね、良くなると、3年間はね、まあぼちぼちになるんじゃないかねっていうね、アドバイスをいただきましたので、なんとか年内ね、乗り切って、来年ちょっと上昇
上昇モードに入って、まあいろいろね動いていきたいな。まあ今年はねもういろいろ動くなという年だったみたいだね。あがいてもあがいてもね、意味がないからとじっとしとけというね年らしいんで、まあ、今年まあコロナもありますからね、生き残るのをテーマにねやっておりますけれども、来年ちょっとね動いていきたいなといろいろ思いますのでね、なんとか今年1年というか、まああと2ヶ月ね乗り切っていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。終わります。